あととおりで24歳になったのですが、竹井さんがもう20代のうちにしておいた方がいいことはありますかだって。なんでもいいよ。やっとけば。まあ、一つ思うのは、誰もが知ってたり、知ってたら得だなと思うけれども、めんどくさいからあんまり知ろうとしていない分野のことをめちゃくちゃ勉強しとくっていうのがいいと思います。必ずあの大人になってから。 まあ自分の生活費を稼ぐための糧に必ずなるので、誰もが知りたいと思っているけれども、知ることが意外と面倒くさくて、身近には詳しい人がいない何かをめちゃくちゃ調べておくこと、それが何とは言いませんけど、これってそうだよなって思えるものをひたすら知ってたらめちゃくちゃ便利で、ああ、確かにこう知ってると助かるなっていうことを誰よりも知っておくっていうのはすごく、自分のステータスを上げやすいので、そういうことを気をつけておいてみたらどうでしょう。 大学3年です。いじめられた過去が影響してるのですが、暗くて友達も彼女もいない自分を変えたいですだって。そうね。なんかね、なかなかおしゃべりを劇的に変えるとか、そういうのって意外と難しいから、すぐ人に話しかけに行けるようになるとかってなかなか難しいから、一個だけおすすめなのは、本当にいじめられた過去が影響してたら、暗くて友達とかできないんだったら、ほんのちょっと鏡とか見て、例えばさ、俺がこういう顔でさ、 ずっと喋ってるするじゃん。街にいるとか、こういうときも、この目でさ、うんとかいたらさ、そんなにさ、楽しげではないじゃん。話しかけたくもないし。でもさ、こんぐらいの表情でさ、何にも喋ゃなくても、話しかけられただけで、<laughs> ぐらいの感じでいたら、もうさ、嫌な感じはないじゃん。ほんと、この顔の、このなんか、感じだけで、人なんてちょっと明るそうに見えたり、楽しそうに見えたりするわけ。 でも本当に、こうやって本当に顔力全然入れず、人の気配も気にせず、自分の世界にいると、人ってもう話しかけづらいのよ。特に俺みたいなこんな筋肉ついたやつがさ、話しかけても、はいあ,あはい。みたいになだったらさ、もう友達ができる要素ゼロじゃん。だけど、なんか話しかけても、はあ、おお、いいゃないみたいなぐらいの。返事しなくてもさ、で <laughs> やってるだけでさ、もうちょっと楽しみじゃん。 そんぐらいだから自分の鏡見て、ちょっとフレンドルに見えそうな表情を探して、人にと関わるとき、必ずその顔で一回迎えてみるっていうのはもう全然違う人生待ってると思う。マジで。マジで。言葉でうまく喋るとか、ペラペラ喋る、うまくやるなんてことしなくても、人を見るのに、あなたに楽しそうな感覚を持って、僕は見てますよっていう目線にするだけでもう人生変わるから。試してみて。マジで。うん。 そっから、あ、この子、なんかいい子そうだなって思ってかけてくれる言葉ってのはあったかいし、柔らかいし、受け取りやすいから、多分コミュニケーションもスムーズに取れるから、こんな顔してるやつに話しかける言葉と、こんな顔して、<laughs> ってなってる人に話しかける言葉なんて、人類同じなわけないから、<laughs> って言ってる犬に、はぁジューシー可愛いねっていう人いないけどチワワみたいぁ震えてぁ <laughs> してる犬にあはぁ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 んぁは 本当にちょっと周りの人に自分から興味を持っていると思われる表情を本当にこの辺の筋肉ちょっと使って眉毛をほんのちょっと上げてするだけでも全然違う。